新潟市中央区の新潟市消防局で今日被災地での活動について報告したのは石川県で県内から派遣された隊員をまとめていた山内大輔大隊長です。家は潰れてますし、えーと電柱はやはり折れている。そんなものも多数がありました。県内の19の消防本部は新潟県大隊として。 今月1日から隊員を石川県に派遣し現在も行方不明者の捜索などに当たっています現地では群馬、岐阜、和歌山の隊員とともに活動しこれまでに4人を救助その救助活動を阻んだのは度重なる地震や土砂崩れなどによる道路の寸断でした前日、車両が通行できた道 これが翌日また土砂崩れでつうん塞がっているというようなことがやはり毎日のようにありました。消防車両が通れず小型車両や徒歩に切り替えて現場に向かうこともあったため円滑な救助に向け今後ドローンの活用なども検討したいと話します。もし可能であればあの活動する前に例えば陸路の情報もそうですが。 あのドローンなどを使ってね、上空からどこを通れば進出できるかなどやっぱりそういったものもあのうまく使いながらやっていければいいかなとその一方で現場に到着しても捜索活動に専念できない状況もあったといいます和島市名船町では土砂災害で家屋が倒壊し火災も発生消火作業をしながらの捜索は困難を極めました そのため揺れによって火災が起こるケースっていうのは、多々あると思うんですよ。で当然、時間帯が今回、夕方でしたので、えーまあ、一つ気をつけていただ,いたのいただきたいのは、調理中ですね、あの揺れがあったら、コンロを止めていただく、あと暖房器具はあの消していただく。名船町の火災の原因は分かっていませんが、山内大隊長は、 地震の際には身の安全を確保した上で火の元を確認してほしいと呼びかけています。